60代のポーです。私が広告研究会に入った理由は、もともと広告を作ったりデザインをしたりすることに興味があったというのもあるんですけど、他の部活といろいろ迷っている中、初めて広告研究会の体験入部に参加した際に、先輩方がすごく優しく接してくださって、すごく居心地が良くて楽しいなと思ったので入部を決めました。高研の好きなところは、私は人見知りをしてしまうんですけど、みんなすごく話しやすくて、個性豊かな人たちがいっぱいいて、いろんなタイプの人と仲良くなれるので、すごく話していて楽しいなって思っています。